よいしょよいしょ。いやー、果たして釣れるかな。秘密兵器、いつもガイドに引っかかっちゃうんで、ガイドなしの竿で。こんにちは。ガイドが岩場に当たったりして、スムーズにこう岩と岩の間の奥をスーッと行けなかったわけですね。イカの竿なんですかね、よくわかんないんですけど、これがこうやって中通しになってて、このようにずっとこのガイドがない竿なんですね。中通しの竿っていうのは、これをちょっと使っていこうと思いまして、でかつリールを小さく軽く軽量化させるために、でん、すげえ小さいんですけど、これ僕の手小さいんですけど、こんな感じ、 P ラインの方がちょっと古くなったんで、これをちょっと再利用しようと思います。これを使います。こんな感じで、幸せのトンボよ。さあ釣っていくぞ。よし、なんだこれ、なんだこれは、ここのか、早速ぼっこれた。よし、OK、 来た。おー、すごい、ソイ、ムラソイ、ドーン。いやー、すごいですね。バイバイ。よし、ここら辺だな。早速釣っちゃいましたね。開始3分。あ、そこにいたんだ。ってことはここら辺にいる可能性もあるな。もう一匹行くかもしれない。入れてこなければもう来ないよ。あとはここからも日が差さないような穴があれば大体いいから。なるほど。穴を探すの上手ですね。穴を探すのが上手。釣れた？おお、すごいな。やっぱすごいな、師匠。男の中の男だ。そうですね。ちょっとまだまだ修行が足らないな。ちょんちょんちょん、こういう感じ。イメージ的にはこれ見て。そうそうそう。こうやって穴に入れる、はい、穴に入れる、動かす感じですね。ちょっとちょっと、なるほど。よし、じゃあ穴の場所を教えてください。大体もう2秒ぐらいで来なかったらいねえから。おお。ここのエグの。あっちから。エグレの顔。来た来た来た、あ、ダメだ、抜けちゃった。ドドドドドドンって結構大きかった。すげえ。まだいますかね。もうダメ、もうダメ、場所変えた。ああ、3秒待って、来た、フィッシュ。さっきのやつかな。あ、そうかもしれない。ね、いえ、やったー、やったぜ、ドーン。あれ、刺身でもいいですか。そうですね、いただきます。なんかたまにはこの波の音を聞きながら師匠に何か語ってもらえたらなと。質問コーナーで、質問コーナー、特にありません。サブスクライブ。なぜ僕が自作の
タックルで釣れなかったか、ちょっと師匠解説お願いします。まず竿、はい、太すぎる、そして目立ちすぎる、竿もティップも、ティップも目立ちすぎる、太くて目立ちすぎるからダメ、うん、目立ちすぎる。もうこれが水の中に入った時に魚からしたら違和感だらけ、違和感だらけ、違和感だらけ、うん、全く違いますね、別物ですね。あとはリール、リール、なんかもうこれこんな超ウルトラローギアだと回収ができない。ハイギアのリールですか。なるハイギアじゃないとダメじゃないですか。自分かなりもう1時間半2時間かけて、ダメ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 タックル釣れないよ。絶対釣ってやる、これで師匠見返してやる、このなんだか動かない竿で釣ってやる、このバカな魚がいねえと釣れない。あと最初はもうジグヘッドがでかすぎたかな。最初の魚の形です、うん、針が出すぎてて、はい、私ね、あの穴に入れる釣りだから根、はい、がかりしやすくなる、あれだけフックがあって、フックは控えめに、これぐらいがちょうどいい、サイズ感的にね、うん、でもサンドワームにはかなわない。サンドワームこれにはかなわないですか、うん、これがね、すごくもうちょっと細くてさ、目立たない感じだったけど、あ、これが細かったら、細くて白、黒、これをちょんぎっちゃって、こう黒くなると。ああ、ちょんぎっちゃうの手ですね。ちょんぎってこう、ヤスリでこすっちゃうですもんね。あ、なるほどなるほど、黒く塗って、ちょっと黒く塗って違和感を少しだけなくす。 OK です。うん、食われた、すごい、来た、フィッシュ、フィッシュ、イエーイ、やった、ね、やった、でかいでかい、がっつりフッキング、やって自作タックル釣りました、自作タックルでイエーイ、ドーン、やったー、これ超嬉しい、コロコロコロンってきますね、たまんない、たまんねですね、タックルが良ければもっと釣れた、そういうことですね。今これ使ってみよう、うわすげえね、よっしゃ、うわうわ、ああ、ちっちゃいな、ちっちゃい、これはリリースですね、ダーン、おおほう、さあ3分クッキング。胃袋もね結構美味しいんだよ。あ、そうなんですか。うん、開いてちゃんと洗って焼肉のタレつけて焼く。はい、よーしょ。肝、肝あったら取っといてもいいかもしれない。肝美味しそうですね。これ肝上位したら美味しいんじゃない。綺麗に外して。師匠これあげますよ。肝だけ。いやいや肝だけは。さあ次は君の番だよ。出てらっしゃい。あなたは私に食べれるためにこの家に、かわいらしい顔よ、はい、口ありがとう、開けてくれて、よいしょ、開けてください、痛い痛い痛い、開けてください、そう、それでいいよ、よし、わ、肝美味しそう、いい肝入ってる、これどう、内臓だけ取るって無理ですよね。あ、それいい肝じゃね。うん、これこのままでいいんじゃないですか、この。いや、綺麗に外した方がいい。潰さないように。グズグズっていうの。あとはこの苦玉を取るんですか。苦玉取った。お、これはジュルリですね。これどうやって食べるんですか。このままサッと湯がいて。はい。
って包丁で叩いて肝醤油とか。あ、なるほど。元気っすね、まだ動いてる。美味しくいただくからな。メバルというさ、刺身した時の身が綺麗なんだよね。へえ。くすみがなくて、メバルみたいな感じ、ちょうど。黒ソイとかはさ、ちょっと黒い刺しが入ってるじゃん。はい。ああいうのがないんだよ。これほんと真っ白ですね。真っ白で薄ピンクですごい綺麗なの、刺身してね。ね、頑張ってたんだよ。3、2、1、GO。はい。申し訳ない。申し訳ない。申し訳ない。やばい。いっぱいね。うん。申し訳ない。ちくないのに。お魚いいね。今回こっちの肝は小さくて色がちょっと微妙なんで、こっちのブリンと美味しそうな肝を使っていきたいと思います。こういう血管も取っていきます。別に取んなくてもいいとは思うんですけど、気になる人は取ってください。氷水を用意します。約20秒、30秒、師匠は15秒って言ってましたけど、まあ20秒ぐらいやろうと思います。こんな感じになりました。ちょっと硬くなります。そしたら水気をしっかり取ります。血が出てきたね。大丈夫か。血が出てきた。こんな感じです。かなり暑い夏がやってまいりますけど、熱中症に気をつけて、皆さん釣りを楽しんでください。それでは、乾杯。はぁ、美味しい。ドーン。ムラソイの刺身です。今日釣ってきた。で、こちらがドーン。これを溶いて、匂いはフォアグラの匂いがします。ちょっとこれだけで、これ多分皮とか血管かな、なんだかよくわかんない。ちょっとこれ初めて食べます。大丈夫かな。ちょっとこれだけでいただきます。うん。もうちょっと醤油入れた方がいいのかな。もうちょっと醤油入れて、なんつうのかな、こうカニ味噌にも近いし、フォアグラにも近いし、海水にも近いし、なんていうんでしょうね。これはちょっとシンプルに醤油だけで食べてみたいと思います。油ちょっと乗ってますね。じゃあいただきます。あ、美味しい。これ身自体がもうすごく甘いですね。すごい甘いです。で、さらにこの肝醤油を絡めて食べるともっと甘くなる。わさび。もう切れていますか。あ、これ絶対わさびをつけた方が美味しい。わさびのツーンとした辛さが、この肝によってマイルドになって、すげえ食べやすい。すげえうまい、これ。肝を食べて海を感じて、まさに海岸。